はい、どうもです。さくらです。はい、ということでね、今回バレーボールカードゲームテクニック36の方やっていきたいと思います。ゾンカ君使用デッキはキルブロックカラスノです。さくらの使用デッキは青葉城西です。はい、では、七段環境の決勝戦ですね、やっていきましょう。最初グーじゃんけんぽい。いや、きついな、それは。はい、7目で、はい、田中にて、シーストロ、はい、ブロックリアンで はい。青葉城西なのでプラス1点付け選ぶと変わります。
はい。本日から設置しているマイちゃんのお願いします。はい。で、あ、3点。3? いや、むずいんだよな、そういうの。僕見ちゃう。0ポイントプラス2して0カードです。はい。ふう。ブロックに出たときデッキの上から3枚をドロップエリアに置いて突き出します。ゼロかどうぞ。ゼロでしょ。そっか、突き出して、うん、はい、トロペリアに置いて、6要求星を点です。はい。なんでプロモがないんだ金大地。本当に。まだベトナム出ないんだよな。八段では出てたのに。きついわ。普通に。カードも大丈夫。見せろ。はい。
チリとバリックです。はい、ありがとうございました。いや相性がねやっぱ、うん、いいよね。いやプロモーションの金田一が出ないとなかなかこの対面はひっくり返んないから、いや辛いっす ね。はい、ということでね、バレーボールカードゲームテクニック36の方はキルブロックカラソルの勝ちとなりました。いやこのデッキタイプは本当に DPCS オンラインやんないとたどり着かなかったデッキタイプだから、すごいねよく練られてるなって、またねぜひ使いたいなっていうのと、8段でも強そうだよね正直。そうだね、ブロックは強い気がするね。伊達っ子がまあトップに入るだろうけど、まあやっぱりプロモが出てないっていうのもいいですね。そう、金田一のプロモさえ出ればこっちの方が強いんだよね。そうなんですよ、これ日本語でいくら言って通じるか分かんないんだけど、金田一プロモですね、出るのを待ちましょう。はい、なのでね、次回から8段やっていこうと思いますので HV08 フォーマットの方もお楽しみに。